機能不全家族とは、家庭内に、対立や不法行為、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクト等が、工場的に存在する家庭を指す。機能不全家庭とも称され、その状態を家庭崩壊、もしくは家族崩壊と言われている。機能不全家族とは、子育て、団らん、地域との関わりといった、一般的に家庭に存在すべきとされる機能が、 健全に機能していない家庭の問題を指す。この機能不全家族において、最も被害者となるのは、自らに生活力がないため、その家庭から脱出することができない子供である。子供は、周囲に適合しにくかったり、様々な問題を引き起こす場合がある。機能不全家族となる要因としては、家族構成員のアルコール依存、虐待、共依存などが挙げられる。さらに、 このような機能不全的な家庭となっている場合は、その家庭を構成する親、または祖父母などが機能不全家族で育った可能性もある。アルコール依存症、ギャンブル依存症、薬物依存症、親の自殺、親の死亡、親の浮気、両親の離婚、親の再婚、親から見捨てられる行為、精神的な児童虐待、肉体的な児童虐待、性的な児童虐待。 兄弟姉妹間での処遇格差、家庭符は家庭内の暴力、借金などがある。機能不全家族で育った者は、その家庭内での経験のため、一定の傾向、行動パターンが見受けられる。スティーブン・ファーマーによると、機能不全家庭は家庭内にいくつかの兆候が見られる。またダンニューハースは、機能不全の要因として、健全でない親の八つの兆候を示している。 彼はさらに、機能不全過程を引き起こす八つの親のパターンについても説明している。昨今では、毒になる親を語源として、こういった親を毒親と呼ぶことも多い。ありがとうございます。